8月のシンデレラナイン。はい、どうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラナインやっていきましょう。ということで、こちらに映ってるね、アメリアちゃん、なんですけども、で今日やることは、ホームラン対決、ホームラン数対決っていうものをね、まあやっていこうかなと思います。でこちらのアメリアちゃんと、あとね、同じ外野手の、先日当てさせていただいたこちらのココちゃんとね、まあホームラン数を、競っていただこうかなというふうに思っております。でね、まあやり方としましては、まあリーグマッチ1セット勝負、ですね。まあそのまあ要は5試合ですね。リーグマッチ5試合、5試合ずつやって、でホームラン数が、多い方が勝ちというような感じ。うん。で、これね、よく勘違いね、されるんですけど、これ検証じゃないんですよ。うん。検証、もうホームラン数どちらが上かみたいな、まあ、ほんと検証みたいな感じでやるんであれば、もっと試合数、こなさないといけないので、まあ、たった5試合じゃね、まあ、全然ね、参考にならないので、うん、まあ、その検証というよりかはミニゲーム的な感じ、でね、にね、捉えてもらえればいいかなっていう感じ。うん。で、こちらのココちゃんは、まあ、スキルの方は、こちらですね、こちらのココちゃん、まあ、ホームラン率が、超幅上昇。で、こちらの、新パックのアカネちゃんがついていて、こちらもホームラン率が、超幅上昇。で、まあ、リンクスキルレベルは、先ほどの見せた通り6。で、こちらのね、固有スキルは、もうホームラン率が超絶上昇。ホームランのみ、のバフですね。うん。で、まあ、才能の方は、まあ、特にホームラン率上昇とかはないんですけど、まあ、一応、あと FB 革命、フラレボですね。うん。まあ、それが持っていて、で、シンデレラアーモニーの方が、3回以降なんですよね。これ3回以降じゃないと、まあ、CH 使えないと、いうような感じなんですけど、で、引っ張りの使用で、ホームラン率1段階アップ、適応給率2段階ダウン。で、オペレーションコスト5回復の、試合終了まで、調子が1段階上昇。で、今日は絶好調なので、まあ、調子、は関係ないかなっていう感じ。で、ホームラン率上げつつ、で、ホームランの場合だと、私に注目。で、それ以外だと、輝け、未来の私、未来の私を、3つまで重複して習得。で、私に注目は、全体バフ、ミートパワーの全体バフで、で、失敗した場合の未来の私が、ミートバーが少し上昇して、で、ホームラン率がわずかに上昇というような感じで、まあ、わずかながらね、ホームラン率、3つ、まあ、3段階ぐらいまでは上げられるのかな。うん、まあ、3つまで重複して習得可能なので。うん。まあ、ちょっとね、まあ、エンジンかかるのが遅いんですけども、うん。まあね、ココちゃん自体ね、ホームランバッターのキャラクターでもありますんで、まあ、大丈夫かなっていう感じ。で、まあ、アメリアちゃんはね、まあ、こちらもね、リンク、スキルリンクレベルね、6レベルまでね、上げることをようやくできたんですよね。まあ、ちょっと絆の結晶極みがね、結構手に入りましたんで。で、まあ、レベル6で、ね、こちらのね、何?蒼天のアメリアちゃんですね。で、これもね、貫突させた状態なので、まあ、なんだろう、蒼天スキルがね、まあ一番最大の状態の、スペックが一番いい状態で使えるというような感じ。で、こちらの蒼天技がね、引っ張りを1回使用すれば、もう発動ですね。で、自身のパワーが超絶上昇、三振率が抜群に減少し、ホームラン率、三塁打率、二塁打率が超究極に上昇する。というような感じで、まあ非常にね、優秀な、蒼天技かなっていうふうに思います。もう引っ張り1回使えばね、もうずっと試合終了まで、これの効果が乗るので、まあ、強いかなっていう感じ。うん。で、先ほどの、蒼天に戻りまして、蒼天じゃなくて、UR の方に戻りまして、で、CH の方が、こちら引っ張りを使用。で、ホームラン率2段階アップ、アメリカンドリームも試合終了まで習得。この打席の、打点 ×5 のオペレーションコストを回復。まあ、ランナー貯めて、まあ、引っ張り使用すれば、使用して、まあ、ランナー返せば、うん。まあ、回復量が多くなるって感じかな。うん。で、これもね、重複して、まあ、発動することが可能という感じで、ホームラン率が超究極に上昇する。うん。これね、多分2つぐらいまでだと思うんですよ。うん。スキルの数的には。まあまあ、そんな感じですよね。
でね、まあね、どっちも好きなんですよね。アメリアちゃんもココちゃんも。なんならね、このシーンカード、アメリアちゃんのこのシーンカードのタイトルに、晴れ空にビッグフライってあるんですよ。これね、ビッグフライっていうのが、もう完全に大谷翔平選手のことなんですよね。うん。別にね、その、メジャーの方で、まあ、ビッグフライっていう表現、まあ、ホームラン打ったら、どの選手にでもビッグフライっていうわけじゃなくって、昨シーズンのね、その、大谷翔平選手の、まあ、出てた試合で、まあ、ホームランがね、まあ、出た試合 でその当時の、実況されてた方がね、まあ、とっさにねビッグフライ大谷さんみたいな感じで言ったのが、まあ、日本にねそれがなんか浸透しちゃって、ですごい有名なフレーズになっちゃったっていう感じなんですよね。うん。まあだもんでね、このビッグフライイコール大谷翔平選手、と言っても過言ではないので、でその大谷選手の要素をこのね八内キャラクターにね、まあただのシーンのタイトルなんですけど、八内キャラの、中にねぶっ込んできたっていうのが個人的には嬉しいかなっていうふうに思います。うん。はい。で、もう、大谷翔平選手のを背負ってるんでね、頑張ってもらいたいんですけども、まあ、ココちゃんもね、まあ、かつてはうちの、まあ、大砲として、まあ、この2周目じゃないんですけど、1周目の方なんですけど、ココちゃん自体もね、うちの大砲として活躍していた時期もあったので、まあ、ぜひね、ちょっと頑張ってもらいたいなっていうところ。まあね、ちょっとね、CH 的にね、ちょっと、3回以降からなので、まあ、ちょっと序盤、もう、最序盤の方はね、ちょっとね、使えないので、まあ、その辺がどう影響するかなっていう感じですけども。はい、ではね、行きましょう。試合で、リーグマッチですね。でね、戦績はね、もう全部リセットしてきましたんで、まあ、5試合、まあ、メディアちゃんやってから、ココちゃんの方に、移りたいなと思います。まあ、1試合だけね、ちょっとね、試合映像、試合が、動画のとしてね、まあ、お見せでしたいなというふうに思います。で、ちょっとね、オーダーの方ね、8番に、アメリアちゃん入れてます。うん、まあ、ちょっとね、属性の兼ね合いですね。うん、まあ、その兼ね合いで、8番に入れてて、まあ、8番なんですけども、まあ、一応、まあ、近藤ちゃん入れてますんで、近藤ちゃんの全体バフを発動させつつの方が、まあ、順番的にはね、相性いいのかなっていうふうに、思いますけどね。うん。まあ、本当はもうちょっとね、上の打線に、入れたかったんですけどね。うん。はい、ではね、これで行きましょう。はい、まあ8番なのでまあ序盤の方はねちょっと回ってこないと思いますけども、まあ2回か3回あたりなのかな。うん。でね、積極的にねココちゃんじゃない、アメリアちゃんのアメリアちゃんもココちゃんもそうなんですけど、まあ積極的にねもうどんどんね戦術、引っ張りの方をね使っていこうかなというふうに思います。はい。で次の、回で、この回で回ってきそうですね。で1回引っ張りを使います。うん。でこれで、まあ装填技が、発動です。うん。さあ、とりあえずねヒットでしたけども、うん、はい、まあ勝敗はまああんまり関係ないので、うん、まあどうだっていいんですけど、まあ本当、アメリアちゃんとココちゃんの勝負っていう感じなので、はい。で、この3回で、まあ、近藤ちゃんのね、スキルが、使えそうな感じですね。はい。で、近藤ちゃんの引っ張りを使用して、全体バフ1段階、発動というような感じ。んで、4回で回ってきそうかな。で、アウトで。さあ、この演出、カットすればよかったな。次のココちゃんからカットしましょうか。はい。戦術は使用しない。はい。ワオ。おう、ファインプレイ。はい。で、この回回ってきますね。で、引っ張りを、使います。どんどん使います。はい。使って三振。うん。まあ、なかなかね、ちょっと出るとき、出ないとき。まあ、対戦相手とかにも、よりけりですけどね。うん。で、次の近藤ちゃんで、全体バフがね、もう一段階、最終、段階までね、上げることができると。いうような感じですね。おお、ちょっと流し打ち使えばよかった。では引っ張りを使って、モーダのコツを習得しました。で次の回から、まあ発揮しそうですね。できればねランナー貯めたいところではあるんですけどね。うん。さあアウトで、アウト。
で、さあ、ツーベースヒットで、ランナー得点圏にいます。で、こうすると、まあ、このアメリカンドリームが、発動します。うん、で、ホームラン率超究極が2つ乗ってるような状態と、あと、装填技ですね。こちらもね、ホームラン率上げてます。さあ、どうだ、引っ張り、行きましょう。どうでしょう。さあ、ただのヒット。ホームランが出ません。さあ、もう1打席ぐらいは回ってきたりしませんかね。うん。で、ヒットで、うん、7回がすごいです。で、タイタイの流し打ちも使っておきます。オペレーションコスト回復するんでね、優秀ですね。で、アウト、アウトで、まだですか？で、ヒットになる。さあ、アウトになりつつ、じゃあ、そのまんま行きましょう。うん。で、アメリアさんの引っ張り、どんどん使います。さあ、ホームランが出ません、この試合。もう回ってこないかな、うん、もしかしたら。で、ワンチャン、もう回ってこないですね。はい、高校なので回ってきません。さあ、とりあえずアメリアちゃんが、まあ、ホームランゼロですね。うん。ホームランゼロですね。ホームランゼロですけど、まあ、残り4試合で、どういう感じになるかですね。で、とりあえずね、まあ、アメリアちゃんが終わって、で、もう一回ココちゃんの方、試合、見てみましょう。まあ、終わるところまで、アメリアちゃんが終わるところまで飛びたいと思います。それではまた。はい、それではね、まあ、アメリアちゃんの方、1セット分終わりましたんで、次はね、ココちゃんの方をね、まあ、同じ8番の位置に入れて、で、やってみましょう。はい。ではね、まあ、オーダーの方は、まあ、先ほどとね、変わんないです。まあ、ココちゃんのとこだけ変わってる感じですね。はい。ではね、行きましょう。さあ、どうですかね。まあ、対戦相手によってもって感じですけど、で、3回以降からじゃないと使えないココちゃんは、ちょっと不利な、感じはしますけどね。うん。まあ、ちょっとこの辺はね、まあ、耐えましょうと。で、アウトで、オペレーションコストは普通に回復していきます。で、近藤ちゃんのスキルもね、使えるんで、まあ、同時に使えるかな。うん。あっちも3回以降からなんで。はい、では、まだアウト。うん。アウト2取れ、取って1位の、ヒットで、近藤ちゃんは次の回からですね。はい、で、まだ、こちらの、ココちゃんは使えないというような感じ。で、いずれも3回からが、勝負ではありますけど、どうですかね。で、ヒットで、流し打ち。オペレーションコストをちょっとでも回復していきます。で、ヒットで、今ムードメーターがすごい調子がいい感じではありますけど、さあ、近藤ちゃんの引っ張りで、全体バフ1段階、習得と。で、さあ、ココちゃんが使います。ではまず引っ張りいきましょう。さあ、どうでしょう。さあ、カットインが入ってからの、タイムリーかホームランか。おお、スリーランホームラン、オッケー。さあ、アメリアちゃんはね、1試合目の方、まあ、ホームラン出ませんでしたけど、ココちゃんはホームランが、飛び出しました。うん。1試合目からね。うん。さあ、いいですね。ココちゃんはやっぱ見せてくれますね。うん。アメリアちゃんはちょっとね、調整不足かな。はい。で、まあ、コールドになれば、まあ、早い段階で終わっちゃいますけども、引っ張りはね、でも終わっちゃいそうっちゃ終わっちゃいそうだよね。まあいいかな、そのまま行きましょう。で、アウトで、アウト。うん。まあ全体バフはね、残りますね。うん。さあ、行きましょう。で、引っ張りで、行きましょう。2回目の引っ張り。さあ、2回目はヒットですね。でも、スキルが習得されるので、まあね、まあそんな無駄ではなかったなっていう感じは、ありますね。さあ、アウトで、ヒットで、盗塁でアウト。うん。まあ、ヒット、流し打ち使えばよかった。で、引っ張りを使って、全体バフ、モーダのコツ習得。んで、ツーベースヒット。では、3回目の引っ張りです。さあ、どうでしょう。さあ、カットインが入って、先ほど第1打席の方はホームランでしたけども、さあ、出ました。またスリーランホームランですね。この試合で2本、ホームラン打ってゲームセットです。さあ、まあ、アメリアちゃんの方はね、1試合目ダメでしたけど、ココちゃんがね、1試合目の方、2本ホームラン出ましたんで、まあね、いい勝負なんじゃないでしょうか。まだ結果見てないんでわかりませんけど。ではね、ココちゃんの、もう4試合終わったところまでね、飛びたいと思います。それではまた。
はい、それではね、ココちゃんの方5試合終わりましたんで、アメリアちゃん、ココちゃん合計で10試合終えましたんで、ではね、いよいよ選手戦績の、本塁打の数を、見ていきましょう。さあどうでしょう。本塁打数、アメリアちゃんが8本、ココちゃんが5本で、アメリアちゃんの勝利でございます。はい、まあね、8本と5本、まあわずか3本ではあったんですけども、まあちょっとね、アメリアちゃん、まあ1試合目の方はね、ホームラン0だったんですけども、まあ後々の試合でね、まあ結構打つようになりまして、でまあ8本だよって感じ。まあもうちょっとね、試合数をこなせば、まあね、ココちゃんが勝った可能性もね、まあゼロじゃないなっていうところですね。うん、まあまあね、やっぱりね、その3回以降じゃないと、その引っ張り使えないっていうのがね、やっぱそれもあると思うんですよね。アメリアちゃんそれに対してもうね、初回っていうか、まあまあ、初打席から使っていけるんで、うん。まあまあまあ、まあそういう違いもあるのかなっていう気がしますね。まあとりあえずね、この10試合、10試合っていうか、まあ5試合勝負の中では、まあアメリアちゃんに軍配上がったよって感じですかね。はい。まあね、まあまたね、なんかこういうホームランバッターとか出てくれれば、またこういう企画ね、やろうかなとは思っております。はい、ということで今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。